はい、どうも、なおちんです。さあ、今日も地球防衛軍6やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はアイテムの回収がめちゃくちゃ楽な場所、やっていきたいと思います。行く場所がここ、114、3番行動ですね。外で戦うと、アイテムが散らばって、回収がめんどくさいじゃないですか。それが、ここだと、めちゃくちゃ楽です。しかも、敵が多くて、アイテムをめちゃくちゃ落とす。アーマー稼ぎにも持ってこいです。さあ、それでは、行ってみましょう。それでは、行きましょうか。武器はスラッガー、そしてグラントですね。アサルトとロケラン持ってきております。まず、普通に、アサルトで、で敵がねめちゃくちゃ出てくるところでロケランを使う感じですね。ロケラン好きなんですよね。一気に倒せるところが気持ちいいもんね。ロケランはどうしても抜け出せませんね。これには最初のうちは敵はあんまり多くないです。そんなに出てこない。なので後からちょっと気をつけていく感じですかね。最初はあんまり出てこないのでそんなに注意は必要ないと思います。あ、いたたたたたたひょっこり出てきやがった。はいはいはい、あと3体。敵が出てくる場所とかをちょっと覚えたら、もうちょっと楽に行けるのかもしれませんね。大体は覚えてるんですけどね、まだ完璧ではありません。はい、第1陣終わりですね。アイテムの回収も楽。本当にね、その辺に散らばってるんで、簡単に回収できます。はい、では次、第2ウェーブ行きましょう。はいはいはい。このアリを倒して、それから下で出てきます。なので、あ、上から降りてくるのか。なので、ここね、下には行かないようにしてください。このまま上でね、待機をした方がいいです。下に行く強者はなかなかいないと思うんだけどね。あらかた片付けましたら降ってきまーす。まあこれがちょっと減るまでこの上でね打ちまくっとけばだいたい減らせます。である程度減った時に、下に向かっていきましょう。いいかな。たまにねこっち側にね上陸するやつがいるけど今回は大丈夫っぽい。では行きまーす。はいはいはい。 HP もね今3000ぐらいですけども、うん、早い人はなんか今で7000、8000の人がいるね。めちゃくちゃ早い。じゃこれみたいにぼちぼちやってってるとなかなか HP ってたまりませんよね。よし、これもねできればね5000ぐらいまではさっと上げたいところですけどもなかなかそれも難しい。はい、倒し終わりました。回収です。回収も楽だね。そんなに散らばらないのでサクサク拾っていくことができます。それでは次に行きましょう。ダンゴムシゾーンですね。はいはいはい。まずはロケランである程度減らしちゃいましょう。であとは入ってくるやつをアサルトでバシバシ叩いとけば大丈夫でしょう。じゃあここはねそんなに数もいないし楽だと思います。この次あたりからね結構敵が多くなってアイテム回収も楽しくなってくるのでこの先です。あと下かな。ここは若干ねめんどくさいんだよね。敵が下の方にいたりするんで全部ね簡単に上まで登ってきてくれればいいけど。なるほど、ここはさ前下にアイテムを取りに行ってたんだけども、あ、全然上歩いてるだけでアイテム回収できた。下に行かなくていいですね。そのまんま上を
とことこ歩いてるだけでアイテム全部回収できるっぽい。あ、ここも楽だったな。そして同じくダンゴムシゾーン、ここは道なりにサクサク出てきてくれるのでいいですね。バシバシいっちゃいましょう。あ、今投げたよ手榴弾、投げまくったんだけどもね。いけ、よし。あと奥に、5体か。ちょっと待て、あ、見えにくい見えにくい。でかいアリがいるんですよ。そいつをこっちの手前から倒せば楽ですね。いった？倒したね。 OK、 前に出なかったら全然余裕だな。はい、回収、回収は楽。あ、来ました。次は雲ゾーンですね。行っちゃいましょう。雲ゾーンも、あ、アリと同じく、あぶねえ、向こうの外に出なければ大丈夫ですね。手前の方からバシバシ打っていきましょう。終わりだ。そして回収。そして次のゾーンが俺結構好きな場所で、この爆弾のやつがわらわらと出てくるところです。多分50体ぐらい多分出てくるんじゃないかな。あ、いてて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 なんでここはね、ロケランで敵が出てくる場所、そこを狙い続けて撃ちまけば大丈夫です。この上の場所、上のあの穴の中からわらわら出てきますんで、あの穴の中に向けてロケランを、撃ちまくってください。そうすると大丈夫です。はい、来ました。こっちにね、とことこ歩いてくるのでロケランを巣穴の中にどんどん打ち込んでいきましょう。お、やばいやばいやばい。弾みでね、爆弾がこっちに飛んでくることもあるんですけども、まあまあそんな気にせずにガシガシ打ち込んでいってください。気持ちいい。ただの的ですもんね。ゴミのように倒せます。あー、やばいかも。でも大丈夫、またすぐにロケランを打ち込んでいってください。はいはいはい、まだまだ出てきます。最後の方はね、でかいタイプのロボが出てくるんだけども、そいつも全然余裕で処理できます。いけー。ここはね、インフェルノでも楽だと思うのでおすすめですね。本当にね、アイテムがこの穴の中に、充満するので一気に取れて、ここは気持ちいい。終わりましたね。ここゾーン終わりです。アイテムを回収しましょう。この回収するのね、パララーが気持ちいいのよ、あの音が。回収、気持ちいいね。それではここが最後ですね。行きましょう。赤いやつとこのでかいやつがこの下にいるので、まずこのでかいやつを俺は片付けるようにしてます。目玉をちょうど上からね、狙いやすいので倒しやすいですよね。はい、終わり。で、次赤、赤もめんどくさいんだよな。はい、また赤来た。早いな、お前早いよ。はい、で、あと1体、いるかな。で、倒した後にこの空洞の中からわらわら出てきます。で、ある程度はロケランで倒すことができるので、ロケランで行っちゃいましょう。
そろそろ、あ、見えた見えた。そろそろ降りてきます。ここで、ね、ある程度減らしておくとちょっと楽ですね。いっけー。あ、やばい固まった。やばい固まった。しゃあ、どうしてもこの雲ゾーンがねちょっとめんどくさいんだよね。はいはい、特にでかいのがマザーキングが結構めんどくさいので早めに倒しておくといいですかね。よっしゃ、出てきやがった。まだまだ、よし、 OK、 いいんじゃない。そこそこ減らせたのでいいでしょう。で、あとは普通に倒していけば OK ですね。あともう少し倒したらね、一気に回収しないといけないので準備をしておいてください。倒したら一気に行きます。行くぞ。多分この下にいっぱいあって、そしてあっちの上のね敵が降りてきたとしよう。そこに向かって走ります。いや、ちょっと今回遅くなったか、遅くなった。失敗した。うまいこと調整してください。はい、入手したのがこんな感じですね。アーマーが90ちょっとですね。ちょっと時間かかる場所なんだけども、アイテムを拾いに行くストレス、それがあんまりないのでここはおすすめです。アーマーが90いくつと装備品もそこそこ入手できますのでいい感じですね。はい、ということで今日は114番3番行動やってみました。アイテムを集めるのがすごく楽でストレスがあまりないのでおすすめしておきます。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。